俺が14歳の時の話だ。冬休みに N 県にあるおじの別荘に遊びに行くことになった。本当は彼女と行きたかったらしいが、最近別れたので俺を誘ったらしい。おじは30代、なかなかおしゃれな人で、俺はおじからいろんな遊びやアウトドア、音楽なんかを教えてもらっていた。別荘までは車で片道8時間はかかる長旅だったが、スーパーで夕食の食材を買い込んで目的地に到着した。別荘はそれほど大きくないが、木造ロッジのおしゃれな隠れ家的な印象だった。少し下がった土地のところに 2,3 軒他の別荘が見える。俺たちの他に人は来ていない様子だった。夕食は庭でバーベキュー。普通に安い肉だったが、やっぱり炭火で焼くとうまく感じる。ホルモンとか魚介類、野菜も焼いて本当にたらふく食べた。最高の夕食だった。食後は暖炉のある部屋に行き、テレビを見たりゲームで遊んだり、裏ビデオなんかも見せてもらって、当時俺は童貞だったので衝撃を受けたもんだった。深夜になると怖い話でも盛り上がった。おじはこういう方面も得意で、おじの話は本当に怖かった。そうこうしているうちにふとおじが思い出したようにつぶやいた。お前、裏山には絶対入るなよ。別荘の裏手には山があって、地元の人でもめったに入らない。なんでも近くの別荘の社長が昔、裏山で首吊ってたらしい。いや、そんな気味悪いこと聞いたら絶対入らないし、とその時は思った。そんなこんなで早朝の5時頃まで遊び倒して、やっとそれぞれ寝ることになった。翌日、部屋に差し込む日光で目が覚めた。時刻はもう12時を回ってる。おじはまだ寝てるみたいだ。俺はふと部屋の中に望遠鏡があることを思い出したので、それをベランダに持って出て山の景色を眺めることにした。ベランダはちょうど裏山に面していた。望遠鏡を覗いて裏山の木々を見ているとき、視界に何か動くものが入ってきた。それは人のように見えた。後ろを向いているので顔は見えない。頭はツルツルだ。しきりに全身を揺らしている。なんていうか変な踊りみたいな。手には鎌を持っている。そして一番異様なのは、この真冬なのに真っ裸だということ。これ以上見てはいけない。なぜか本能的にそう感じた。ちょっと頭のおかしい人だろう。気持ち悪い。だが好奇心が勝ってしまった。望遠鏡のズームを最大にする。その瞬間、そいつが体を揺らしながらゆっくりと振り向いた。そいつは人間と思える顔の造形はしていた。鼻も口もある。ただ眉毛がなく、目が眉間のところに一つだけついている。それも縦に。体が震えた。一つ目、聞け。そいつと望遠鏡のレンズ越しに目があった。口を歪ませて笑っている。うわあ！目が合った瞬間、俺は叫んでいた。なぜか異常なまでの鬱のような感情が襲ってきて、涙が止まらなくなった。死にたい、死にたい。反響欄で部屋を駆け回っていると、騒ぎを聞きつけたおじが飛び込んできた。どうした？化け物！は？望遠鏡！うらやま！望遠鏡を覗き込んだおじは、声にならないうなりを上げ、頭を抱え込んだ。鼻水を垂らしながら泣いている。俺の症状と同じだ。あれなんだよ！ごめんよ。俺が悪かった。別れた彼女の名前を叫びながら泣きじゃくるおじ。俺はさすがにやばいと思って、生まれて初めて思いっきり人の顔をはたいた。正気が少し戻ってきたのか、おじが俺を見つめてこう言った。ジャシジャシ、俺の部屋の机の引き出しにサングラスがあるから持ってこい。お前の分も。なんでそんな。いいから持ってこい。俺は言われるがままにサングラスを持ってきておじに渡した。震える手でおじはサングラスをかけ、望遠鏡を覗く。しばらく望遠鏡を動かしていたが、うっとうめいて俺に手招きをした。グラサンかけて覗いてみろ。俺は恐る恐るサングラスをかけ、
望遠鏡を覗き込んだ。木々の中のそいつと目が合った。また言いようのない不安が襲ってきたが、さっきほどではなかった。サングラスの効果なのか。お前、しょんべん出るか。は？こんな時になんだよ。出るなら、食堂に空きのペットボトルがあるから、それにしょんべん入れてこい。そう言うと、おじは1階に降りていった。こんな時にしょんべんなんか出るわけない。俺が呆然としていたら、数分後、おじがペットボトルに黄色のしょんべんを入れて戻ってきた。したくなったら、これに入れろ。いや、あいつ何なの？わからん。俺もガキの頃、よく親父と山にキャンプとか行ってたが、山にはいろんなもんが出る。例えば夜、テントの外で人の話し声がするけど誰もいないとかな。そんな時、しょんべんとか撒いたら、なぜかピタッと声が止むんだよ。そういう当時は、もう一度望遠鏡を覗き込んだ。ぎゅっと苦しそうにうめきながらも、あいつを観察している。あいつ、時速何キロか知らんが、ゆっくりゆっくり移動してる。今見失ったが、多分このロッジに向かってきてる。じゃあ、早く車で逃げようよ。いや、あいつは多分どこまでも追ってくる。こういうのは一種の呪いだ。邪悪な視線と書いて邪視と言うんだが、さっき言ってたやつ、なんでそんなに詳しいの？俺が仕事で北欧の町に滞在してた時にだ。いや、俺らが助かったら話そう。助かったらって、あいつが来るまでここにいるの？いや、迎え撃つんだよ。俺は絶対にロッジにこもっていた方がいいと思ったが、おじの意見はロッジに来られる前にどうにかした方がいいというものだった。あんな恐ろしい奴のところに行くならよっぽど逃げた方がマシだと思ったが、おじは昔から頼りになる人間だし、従うことに決めた。俺たちはそれぞれグラサン、ペットボトル、軽食が入ったリュック、双眼鏡、木製のバット、懐中電灯なんかを持って裏山に入っていった。おじ曰く、あいつは俺らを目標に移動しているはずだから、いつか鉢合わせになるという考えだ。あまり深入りして日が暮れるのは危険なので、ロッジから500メートルほど進んだやや開けた場所で待ち伏せすることになった。俺の考えでは、まずあいつに近づかないといけない。直視は絶対にするなよ。斜めに見ろ。目線を外して視界の端で場所を捉えるんだ。そんで溜めたしょんべんをぶっかける。それでもダメなら、いいか、真面目な話だぞ。俺らのチンコを見せる。は？邪視ってのな、不浄なものを嫌うんだよ。糞尿だったり精液だったり。だからそれであいつを逃げさせることができたんなら、俺らは助かると思う。それでもダメなら、ダメ元で逃げるしかないな。俺とおじは言いようのない恐怖と不安の中、じっと岩に座って待っていた。交代で双眼鏡を見ながら、時刻は午後4時を回ろうとしていた。兄ちゃん、起きろ。俺が10歳の時に事故で亡くなった1歳下の弟の声が聞こえる。兄ちゃん、起きろ。学校遅刻するぞ。うるさい。あと3分寝かせろ。兄ちゃん、起きないと。死んじゃうぞ。はっとして目を覚ました。ありえない、あの恐怖と緊張の中で眠らされた。横のおじもいつの間にか寝ている。急いで揺さぶると、おじも飛び起きた。腕時計を見ると、5時半。あたりはほとんど闇になりかけていた。おい、聞こえるか？え？声。歌？神経を集中させて耳を澄ますと、右前方数メートルの茂みから、声が聞こえる。だんだんこっちに近づいてくる。民謡のような歌い回し、何言ってるかわからないが不気味で高い声。恐怖で頭がどうにかなりそうだった。声を聞いただけで世の中の何も顔が嫌になってくる。いいか、足元だけ照らせ。おじが叫び、俺は奴が出てこようとする茂みの下方を懐中電灯で照らした。足が見えた。毛一つなく異様に白い。
体全体をくねらせながら近づいてくる。突然やつが腰を落とし四つん這いになった。足元を照らす懐中電灯の明かりの位置に気味の悪い顔が現れる。直視してしまった。昼間と同じ感情が襲ってきた。死にたい死にたい死にたい。おじもペットボトルをひっくり返し号泣している。やつは意味のわからないおぞましい歌を歌いながら四つん這いで生まれたての子馬のような動きで近づいてくる。右手には錆びた鎌。よっぽど舌でも噛んで死のうか。そう思った瞬間、おじの携帯が鳴った。号泣していたおじは急に放心状態になり、ダウンのポケットから携帯を取り出した。こんな時何してんだ、もうすぐ死ぬのに。まだ携帯は鳴っている。おじは携帯を見つめたまま、やつが俺の方に来た、死ぬ。その時おじが凄まじい方向を上げて地面に落ちた懐中電灯とペットボトルを手に取った。ねえつむれ。俺は夢中で地面を転がり、グラサンもずり落ち、頭を抱えて目をつぶった。ここからは後でおじに聞いた話。少々汚い話だが、おじはペットボトルのションベンを口に含んでやつの顔に吹きかけたそうだ。やつは馬の稲鳴きのような悲鳴を上げたが、それだけではまだ逃げなかった。焦ったおじはズボンも下着も脱ぎ、自分の股間をライトで照らしたらしい。おそらくやつはそれを見たのだろう。言葉はわからないが、すさまじい呪詛のような恨みの言葉を吐き、やつはついにくるっと背中を向けたのだ。俺はそこから顔を上げていた。おじのライトがやつの背中を照らす。やつは退散するときも不気味な歌を歌い、体をくねらせゆっくりゆっくりと移動していた。その後俺たちはロッジに戻るまで何も会話を交わさず黙々と歩いた。ロッジに着くとおじはすべてのドアの閉じまりを確認し、コーヒーを入れた。コーヒーを飲みながら、おじはポツリポツリと邪視のことについて語り始めてくれた。おじは仕事柄船で海外に行くことが多い。おじが北欧のとある町に滞在していたある日のこと、現地で仲良くなった仲間の男に邪視の持ち主だという人物を紹介してもらったそうだ。邪視とは世界中の広い範囲に分布する民間伝承、迷信の一つで、悪意を持って相手を睨みつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができるという。邪視の力によって見た人が病気になったり衰弱していき、ついには死に至ることさえあるというのだ。最初はおじも冗談半分で説明を聞いていたらしいが、実際にその邪視を持つ男の力を体験して信じるようになったらしい。本当にな、今日のあいつを見た時みたいになったんだ。邪視を見た瞬間死にたくなるんだよ。見た目はなんてことない普通の瞳なのにな。とにかく世の中のすべてが嫌になる。見つめられたのはほんの 1,2 秒だったけどな。その邪視の男は金さえ積まれれば殺しもやるという、現地のマフィアたちの抗争にも利用されているとも聞いたそうだ。おじが帰国することになった1週間ほど前、邪視の男は死んだという。噂では所属する組織のメンツを潰したとかで抹殺されたらしい。男は娼婦小屋で椅子に縛り付けられて死んでいた。床には糞尿がばらまかれていたらしく、男は凄まじい力で縄を引きちぎり自分の両目をくり抜いていたという。邪視は不浄なものを嫌うんだ。汚物にまみれながらストリップでも見せられたのかね。耐えられなくなって自分の目をえぐったんだろうな。俺は一言も発する気力もなく話を聞いていた。さっきの山の化け物も邪視の持ち主だったということだろうか。俺の考えを読み取ったかのようにおじは続けた。さっきのあいつが邪視を持った人間だったのか、それとも化け物だったのかは分からん。
だけど、あいつから逃げるだけじゃダメな気がしてな。だから死ぬ気で立ち向かったんだ。カッパも人間の唾が嫌いとか言うだろ。案外お経やお守りなんかよりも人間の体の方がああいうものに有効なのかもしれないな。俺は話を聞きながら弟の夢のことを思い出して叔父に話した。弟が助けてくれたんじゃないだろうかと。いつの間にか俺は泣いていた。叔父は神妙に俺の話を聞き、一分くらい無言のまま、やがて口を開いた。そういうこともあるのかもな。俺の携帯が鳴ったこと覚えてるか？あれな、別れた彼女からだったんだ。でもな、この山の周辺で電波通じるわけねえんだよ。見ろよ、今アンテナ一本も立ってないだろ。だからそういうこともあるのかもしれないよな。とにかく今すぐ山降りて帰ろう。このロッジも売るわ。早く彼女にも電話したいしな。叔父は照れくさそうに笑うとコーヒーを飲み干し立ち上がった。そして俺たちは別荘を後にした。俺たちがあの時出会ったものの正体が何だったのかは今となってもわからないままだ。